仙台です。あ、ここでパスずれましたが、なんとかつないでいきます。ジャック・クーリーに入れる。おー、入ったプレスをうまくかわしてクーリーのこのシュートが入って、このラショーン・トーマストップから、そして澤部がもらって、トーマスへ、トーマスペイントアタック。わー、よく決めましたね。ショットクロックギリギリだったんですけどね、小野寺来て、小野寺のアタック。ナイスファールもらった。アンドワン、カンタケの逆をついていきました。小野寺攻撃を組み立ててきたか。フリッピンからクーリーへ、そして今村のスリーポイント、打ちました。トップからクーリーに合わせます。小野寺のスリーポイント、決めた。仙台にとっても大事なポジション、いや前に出るダラム、タオバー2発、小野寺のレイアップ。さあ残り10秒切りました。3クォーター、ダーラム、おっと、ダーラムもこの表情ですけども、ね、ここでどういうシュートだったんですかね。右肘ね、ちょっと気にしてましたが、ね、大丈夫であればいいですか。澤部も3を狙う。決めた、決めた、強タッチ、澤部。小野寺がクーリーを引きずり出すようなポジションですが、中に入って、まあ、スリーポイント打ち抜いた澤部。今村、ダーラムへのパスが通る。打ちた、コレースコントロール、青木が打つ。リバウンド、ダーラム1秒点。前に出たのは仙台です。今村ピンクアタック、ゴールした。琉球ファンのゴーゴーキングスコール、後押しを受けてスクープショット、ピンクアタック、じりじりと差を広げます。ダンカン、ガーラム、岸本、岸本ステップバック3、打ち抜いた。仙台は 7.4 秒で4点プレーが必要な状況になってきました。青木3打つ、来ない、ブースがプットバック。